え皆さんおはようございますすみません、本当こうお盆でまたは朝早くからあ多くの人に集まっていただいて本当ありがとうございます。あのーまあ、なんでこの場を設けたかというのは、まあ、今日大体1時間半ぐらい話をすると思いますけど、まあ、終わった時にはなんとなくこう皆さんにこう伝わるかなとは思っています。 えーまあ、チームの状況とかあー監督が変わったりとか、まあ、いろいろなことが起こっていて、えー、例えばネット上であ,あだこうだっていうようなことも含めてこうチームと、まあ、今日僕ここに来ていただいている人たちは就任するときに言ってるのはそのサポーターを超えたもうパートナーっていうような方々だと思うので。 まあそういう方々に今の状況をしっかりとこう把握してもらった上で、まで僕の考えなりを共有してもらってまあ前に進んでいこうというような趣旨でえこの時間をまあ設けましたえー、っとまあ今日ざっくりどんなことをやるかっていうことですけどまあ今までの振り返りそれからまあ皆さんからこう いツイッター上 SNS でもらった質問とか、あのー、クラブにはいつも問い合わせメールなんかも来たりしているので、まあ、その中で多かったものをこの質問への回答というところで答えたいとで最後にクラブの現状とかこれからどういうふうに進んでいくかということをお伝えしたいということです。 じゃあ早速1番目の,その今シーズンの振り返りからいきたいと思いますけどまあやっぱりあれですねえまあ多いのは監督をそのなんで変えたのかっていうようなことがまあ質問の中でも多かったことですけど。 えーまあ、今シーズンのじゃあ最初は悪くはなかったと思うんですね。えーまあ、僕が最初にここに来てから、まあ、財前にやらせて、えーまあ、財前監督にやってもらったことは、まあ、当時、若い選手が多くて、えーまあ、今も多いんですけどその選手たちが 将来的にしっかり J1 でうちの戦力になっていってもらうためにやっぱサッカーうまくならないといけないということでそのボールを持った時に何ができるかということをトライしてもらってそれは確実に伸びたと伸びたけれども停滞をしてきて停滞をしてきたというのは勝つ、負けるというところでの不安定さがなかなか抜けなかったというところもあって。 まあそこまではやっぱりこう財前監督の持っているいいものを使ってそこまでやってきたと、で今度はまあ去年の途中からだけれども、うまくなった選手を今度、勝たせてくれるっていうタイプの人を呼んでこようということで、バルさんにまあお願いをして、で今シーズンの頭もまあ選手は戦えるようになったし、勝つか負けるかっていうところでその負ける確率っていうのはだいぶこう減ってきたと。 引き分けが多かったのをどう評価するかというところは非常にこう難しいところではあったんだけれどもなんとかこう一点でも一点でもというかその相手の一つ取って勝つ確率は十分上げられてはきたんだけれどもまたこれもまあ停滞してしまってきたとで停滞してきた理由の一つとしてまあこれは何で監督を変えたのかというところにつながるんだけれども。 僕はまあバルバリッチは本当に素晴らしい監督だというのは今でも思っている、思ってるんだけども今のうちの戦力、そのパーソナリティそれからまあ選手のこうクオリティも含めて今いる選手たちを生かしきってくれているかというところでは少しこうクラブ側と監督との間にこうギャップが回ったとっいうのはまあ事実。ででも まあだいぶ時間も経ってるんでどんなことがクラブの中で、チームの中でえ起こってきちゃったかっていうとやっぱりまあバルさんはこう走れる選手を基準でサッカーをこう作っていくっていうところでまあ例えばクオリティのある選手たちが全くこう評価をされないっていうような空気にこうどんどん,どん,どんこうなっていってしまっていたんですね、え。ー まあまあ例えば、新庄もそう前田もそう、砂川もそうだしなざりともそうだしでそういうことはサッカーの現場においてやっぱ監督がこういうサッカーをしたいということでよくあることではあるんだけれどもクオリティがある選手たちのモチベーションとかをどう,こうマネージメントするかというところがこう指導者にとってはすごく大事なところ。そのマネージメントができないと さっき言ったようなタイプの選手たちが、まあ、自分たちは評価されていないってやっぱ感じるようになってそのチームの一体感がこうだいぶこう薄れてきているなっていうのをまあ僕はあだいぶ前からまあ感じていてで当然、僕の立場から直接 監督と話をするっていうようなことはなかなかできづらいので強化サイドと現場でいろんなこう話し合いをしながらまあ進んではきたけれどもなかなかそのチームの一体感、まあ、監督からするとそのマネジメントっていうところでこう,うまくまあいかなくなってきてしまっていたとあまあこれはまあ監督のタイプにもよるんだけど例えばナザリトだったら、まあ、最初 の7試合で5点ぐらい取ったのかな、まあ、だけどそこからこう,うまくいかなくなった理由の1つとして彼のメンタルの部分をこう,うまくこうケアしてあげられなくなっちゃったんですね、えー、試合前に相当ガーッといろんなことを言われてハーフタイムに同じくすごく、まあ、日本人からすると感覚的にはそれは言い過ぎでしょっていうようなことも含めて。 えー、言われるゲーム終わってから言われるもう NASA なんかはもう俺はやりたくないっていうような感じにやっぱりなっちゃってき、えー、たとで、まあ、そこを当然サポートするスタッフもいるんだけれども、まあ、そういう一つ一つのちょっとしたそのマネジメントできなくなってるところがだん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 ,だん大きくなってなんとなくこうグループとしての一体感がこう薄れてきたと、まあ、これナザレットだけじゃなくて。 えーまあ、ニュードもそうパウロもそうだったりするんだけれどもで僕らの今の立ち位置からして今ある戦力を最大限に生かしてもらわないとそ勝ち上がっていくことはまできないので僕が一番重要視,視したかったのはやっぱりグループとして同じ一つになって一緒になっても同じ方向に向かっていける雰囲気があるかどうかというところがちょっと足りなかったので。 えー、山田にお願いをしたということになりました。あのー、まあ、いろんなこといろんなことができて、本当にこう能力が高いと言われる。監督をやっぱり。 連れてきてここでやってもらいたいけれども、まあ、現状、そこまでの、まあ、資金力もないのでやっぱりそれぞれの監督のいいところをいいところをこうつなぎ合わせながらだん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 ,だんこうチームが結果的に上に向かっていけるようなあ流れをこう作っていくということを考えるとやっぱりじゃあシーズン終わりまでなのか半年なのかということを考えると、まあ、半年間を おまあ、ある意味こう、停滞に使うことはできないので、えー、こういう選択に至っ、まあ、たということですで。どうしても守備的な意識を強く植え付ける、まあ、それが評価基準だったので戦えるけれどもじゃあ攻撃のところでどうやって点取るかというところでは、まあ、これはしょうがないんだけどだん,だん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 薄れていって しまうんですね。では、さっきの話に戻るとその薄れてきたなっていうのをどう変えるかというのは、まあ、もちろん監督とかスタッフができればいいんだけれども。まあそれがうまくいかないな。と思ったら、やっぱりこっち側でえー、何らかの手を打たなきゃいけないっていうのが僕はサッカーだと思ってます。で、もう一つ。コンサドートレーってやっぱりアカデミーの子たちもいるし、子供達今、まあ、他のチームも含めて子供たち。北海道の子供たちの。 1一つこう目指すところにならなきゃいけないわけでそのチームの例えば評価基準がただ走れることだけになってしまうのは非常に僕は危ないと思っていて、えー、やっぱりクオリティをどう上げていくかっていうところもうちのクラブの評価基準だっていうことをこう示し続けていかないといけないということも。 今回の流れの中には、まあ、ありますと、えーまあ、ヨモダになって、えーまあ、何が変わるかっていう、まあ、最初数試合例えばあシステムも変わらないしなな何が変わったか分からないというような感じの感想を持った方もいるかもしれないですけど、えーまあ、一つ、絶対的に変わったのはやっぱりさっき言った、ま、あのクオリティがあるけれども全く使われる感じのしない期待されてないなと思ってた選手の。 モチベーションはまあ絶対的に上がってます。えー、それからまあそういう選手たちがやっぱりゲームに出てくることで、まあ、もしかすると多少守備のところでのマイナスはあったとしても点を取るというところでのプラスは生まれるような雰囲気には今なってきているとあまあまあツートップに変えてこの間の試合からやりましたけど、まああやって変えることで 必ず生きてくる、まあ、内村が伸び伸びやれるようになったとか、まあ、トップ下にポジションができて木久扇家とか前田とか新司とかがこうゲームに出ていく可能性ができるとか、まあ何らかの変化は確実に起こっているかなとも思ってます、えー、じゃあじあんまり実はそんなに時間もないと思うので皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。 最初がこれ、いろんなもので多い順みたいな感じで一応、並べてます。地方で試合やイベントを行うのかま,あまた北海道コンサートで札幌まあ来年からそういう名前に変わっていきますけれどもの今後はということですけどあのまあやっぱり北海道を代表するクラブっていうことをしっかりと。 世の中に見せていかないきゃいけないということも含めて、えー、まあ、これはあくまでも僕の中ではですけど、えー、来シーーズンその函館ではゲームをやろうかなと思ってますあの、まあ、もちろん札幌に住んでいる方にとっては例えば函館まで行くとかあまた行けないとか、まあ、いろんな問題はもちろんあるとは思うんですけど。えー まあ、来年その新幹線も函館まで通るし。やっぱり北海道のチームとしての存在感をこう見せ続けていかないといけないと思っているので、えー、ここはやっていこうかなと。は考えています。ただ、まあこれも僕は勝手に決めれることではなくて、j リーグのまあライセンクラブライセンスのルールの中で。 まあ北海道にはまあ今、札幌ドームしか認められているスタジアムは実はないのでーまあ80%はここでやらなきゃいけないというルールなんですね。例えば J2 だったら17試合はここでやらなきゃいけない残りの4試合はそれに準ずるスタジアムで本当はやらなきゃいけないんだけれどもまあこれは J と掛け合ってえなんとか実現をさせたいなと。それから多分質問の中で えーまあ、イベントを行うとかっていうようなことも結構あったんですけど多分印象的にあんまり北海道内でイベントをやってないんじゃないかっていうことをまだまだこう感じている人たちが多いのはまあ事実だと思うんですね、えー。じゃあプロ野球と比べてどうなのかというとこれはコンサドーレのサッカーの方が。 圧倒的にできてはいるんだけれども、まあ、その辺の PR 不足も含めてそんな印象を与えてしまっているところはあると思います。地域貢献活動って、まあ、選手が行ったり、えー、例えばうちだったらドーレ君が行ったり、まあ、僕が行ったりっていうようなその地域に、えー、と一緒に何らかの活動をしているっていう回数は一応 J リーグにはいろいろカウントして報告はするんですけど。 大体いい選手とかまあ僕らが行ってやる地域貢献のイベントみたいなものって年間で大体いい200回ぐらいあるんですね、どれくんも含めて、えー、そういう活動が大体いいコンサートどりで年間400回ぐらいはやってはいるんだけれども、まあ、それは継続して続けながら多くの人にこう伝わるような PR 活動もしっかりとしていきたいと。 それから北海道コンサートで札幌になることでそれぞれの北海道の主要都市にやっぱり拠点を作っていくということの流れでサッカースクールをいろんな地域に作っていきたいということもこの質問の答えとしては一つ今ほぼほぼ決まっていることとしてお答えできるかなと。で2つ目、え。ー 怪我人が多くないか、まあ、なんとなくやっぱ怪我人多いでしょうっていうふうに感じる人がまあやっぱり多いんでしょうねまあ僕も確かに自分のチームだけを見てるとなんでそんな怪我すんのよっていうふうにも思ったりはしますけど例えばこれじゃあ他のクラブと比べて圧倒的に多いかというとまあ決してそういう数字ではないんですよね。 でまあ、クラブとしてはあの、まあ、ブラジルからセウソーっていうのを呼んで、まあ、彼はその、怪我をした選手を早く戻すっていうこと、まあ、プラスその再発をしない上での早く戻すっていうような仕事をしてくれてはいるので、まあ、そこ早く戻ってくるということに関しては、まあ、まあそれなりの成果は上げられているかなと。でまあ、あの怪我がが多い理由としてシンジ来た時に シンジがなんかちょっとこう宮野さんのピッチが硬いんじゃないかみたいなことを言ったっていう多分報道が流れて、まあ、それが原因じゃないかっていう,ふうに思った方もいると思うんですけどああの決してそんななことはないです、えーまあ、もしかするとシンジとかイナいいみたいにヨーロッパとかでやってた選手からすると若干、まあ、硬いかなと感じることはあるかもしれないけどそれが直接怪我の原因になっているようなことはあ、まあ、ないと思う。 でプラス、ン、えーまあ、事が来る前よりも宮野さんの整備の方たちにも協力いただいて、まあ、若干こう柔らかくなるようなあ作業もしているのであ、まあ、そこのところはあ、まあ、前よりも良くなったしじゃ前がダメだったかというとそうではないということですよね。でそれからもう一つ、あのー 例えば20年前とか、まあ、10年以上前かなの選手たちからするとあちょっと例えば筋肉痛とかちょっと痛いなと思っても俺やりますって言って、まあ、やったんですよね大体。なんでできたかっていうとあ逆にじゃあ今なんでそれが今の選手たちできなくなったかっていうとう、まあ、嬉しいことなのかもしれないですけど。 例えば MRI とか写真撮るじゃないですかでその精度が相当やっぱりこう上がってきているのでちょっとした出血も映るんですよねで。ドクターとかトレーナーサイドからするとやっぱりそこに出血があると止めなきゃいけないっていうこともあり少しの痛みでトライしていた選手がトライを。 こうなかなかできづらくなった、まあ、これは長い目で見れば選手はしっかり直して選手の,その寿命を伸ばすっていうことにもつながるのかもしれないですけど、まあ、そんな要因ももしかしたらあるんじゃないかなと思ってます次いきます、えー、コンサドーレ強化計画どうやって強くするんだと。 それからまあどんなサッカーを目指すんだ結構、これはあのー、まあ、皆さんもそれぞれが思い描きながらあの持っているもので非常にこの難しい質問だとまあ、僕はまあ思ってるんですね難しいっていうのはどういう答えを求めているのかというところが案外、個人差があるっていうことがあるので難しいと思う。で えーまあ、コンサドーレのホームページにも載っている、まあ、あの正直僕もそれを見ながら進めていたことは今までなかったので、えー、み全部こう目を通してみて2003年に作っている強化計画書みたいなものがあるんですね。で2003年当時に作ったものと今15年になって、まあ、10年以上経ってるもの であのやっぱり J リーグの、まあ、クラブの内容もだいぶ変化してきているのでこれはもう来年の20周年を機にしっかりこう、まあ、見直して、えー、作り直したいと思ってます。あのーまあ、もうちょっとこうチームの売り上げと強化がしっかりリンクするような形で出さないとあんまりこう意味がないかなとも思っているので。 1で一つそうです、ねまあ、コンサドーレってどういうチームにしていきたいかということですけど、まあ、これもいろんなところで言ってるから、まあ、聞いた話だとは思うんだけども、やっぱり北海道で育った子たちがチームのやっぱり6割ぐらいを占めるようなあーチームにしなきゃいけないと思ってます。でプラス、 北海道からはこう生まれてこなかったようなポジションの選手たち特にクオリティが必要だと思われる選手たちを日本人、外国人を外から取ってくるっていうようなことですね。でもう1つ、うちのクラブとしては絶対的にやらなきゃいけないことというか入れておかなきゃいけない選手としてやっぱりこうリーダーになれる選手を。 育てることまた育てるって言ってもなかなかこれ素材の問題もあるのでもしそれがあ今いなかったらやっぱり外からそういう選手を連れてくるっていうようなことはしなきゃいけないかなと思ってますでそれからどんなサッカーっていうところで、まあ、おそらくポゼッションなのかカウンターなのかとか 攻撃的なのか守備的なのかとかあそんなことを、まあ、はっきりと答えてほしいっていうような人が多いのかもしれないですけどこれ理想を言えばですよ理想を言えばやっぱりどんな相手であっても相手よりもボールをたくさん持って相手よりもたくさんシュートを打ってまあ勝てるような、まあ、要は圧倒できるようなサッカーをまあし,なきゃしなきゃいけないとかしていきたいっていうのがまあこれは理想ですよね。 だけど、まあ、今の立ち位置から考えてもやっぱりこう強い相手にどう勝っていくかということも当然やっていかないきゃいけないので守ることもできるし攻めることもできるしやっぱり臨機応変にやれるようなチームを当然作らなきゃいけないで1個だけこう言える僕がある程度確信を持って言えることは守るっていうことをベースにした時にそういうチームを作ることは結構簡単。 だと思います、えー、じゃあ守れるからじゃあ今度は攻撃だねじゃあそこから攻めるようなチーム選手を作ろうよっていう,というのはこれはもう非常に難しい、えー、だからその両方を本当こうバランスよく追っていかなきゃいけないというふうにはまあ思っているんで、まあ、いずれにしてもやっぱり臨機応変に戦えるチームで1個絶対的にまあベースに なるのはやっぱりまあ、まあこれはよく言われることだけども戦える選手がベースにならなきゃいけないんだけれどもコンサドーレの選手を選ぶ時の評価基準としてうんまああえて3つぐらい上げるとしたら今言った走れるまたは戦える選手でこれが7割8割いないといけないと思ってます。でまあ、プラス まあ若干走れないかもしれないけどクオリティのある選手もこれはコンサドーレの評価基準としてはもう絶対的に残しておかなきゃいけないえまあこれサッカーの時代の流れで何となく今もう走れる選手じゃないとだめだ11人が全員走れなきゃいけないっていう風にこうに伝わってくるところもあってまあそれも1つ事実だとは思うんだけれども。 まあ現実問題、そんな走るだけで勝てるほどサッカーは甘くないのでやっぱりクオリティっていうところは基準にしておかなきゃいけないかなとあーまあメッシーはそんな1 2キロも走らないわけですよ、まあ、だけどその周りがカバーをしながらまあいろんなそのサッカーの質を周りが上げながら彼の良さを生かしながらやっぱりバルセロナは強いわけで、まあ、そ,それに似たような発想でやっぱり。 1 2キロ走る選手はもちろん大事なんだけれどもその他のクオリティというところも大事にしたいでもう一つ最後にやっぱこうチームのために戦うことのできる選手でそれはもうゲームに出る出ないは関係なくて、えー、僕はもういろんなところで言いますけど月曜から金曜までのトレーニングでどんな雰囲気でどうトレーニングするかというのが非常に大事なことだと思うのでゲームに出れなくても 普段のトレーニングでどういうパフォーマンスを見せてどういう雰囲気を作るかということが本当にプロフェッショナルな選手もやっぱりえ入れておかないといけないかなというふうにまあ思ってます、まあ、今日質問をいろいろ答えた上で最後の方でああそういうことかっていうようなことも出てくると思うのでちょっとこれはまた次に進みたいと思います。 えーと次が、モダ監督の今後は、まあ、これはモダが来年じゃどうなんだとかあっていうことをこう心配をして、えー、質問してくれた人が多かったんですけどモダ、まあ、って今ま,で今まではというか、まあ、アカデミーのスペシャリストになりたいっていうような。 あこうビジョンを持っていあのアカデミーの仕事をしていたんですね。で、まあ、今回いろいろ話をしていく中で、まあ、トップの監督をやって、まあ、もしかしたら彼の中でトップチームをやりたいっていうような感覚もまあ生まれるかもしれない。で、これもまあ本人と話しながら、まあ、トップチームを経験することでアカデミーに戻ったときに。 えー、より、まあ、幅ができて、えー、いいかもしれないっていうようなことも、まあ、あってじゃあ来年どうなのかっていうのはやっぱり彼の今シーズンの、まあ、いろんなパフォーマンスも含めたあことでこう、まあ、決めていかなきゃいけないとは思ってますけどたと、まあ、えトップチームが別の監督だったとしてもヨモダはアカデミーのおーことを まあ来年以降もやってもらうということに関してはあまあこれは何ら変わりのないことなのでうちのチームからじゃいなくなっちゃうっていうようなことはまあ本人がもう出ていきたいっていうのはまあ別ですけどクラブとしてはこれから先も一緒にえアカデミー内緒まあクラブを作っていこうっていうことではまあ変わりはないってことですね。でまあ主にえ監督をお願いするっていうような 時に、まあ、バルさんを区切りをつけてじゃあすぐヨモダだったかっていうところですけどまあこれはあんまりあんまりとかどこにも今まで言ってないですけど、えー、一人の人に一応オファーは出しましたでこれはヨモダも知ってます、えーまあ、ただこのタイミングで えー、今、うちの監督にということではなかなあのー、タイミングが合わなかったのでう、まあ、まあどういう人かというのはなかなかこう言いづらいところもありますけどやっぱ何年、まあ、僕はもう何年間か実績があって力がある監督にもう託せるぐらいの、まあ、資金を用意した上でお願いしたいと思っているので。 えーまあ、そういう監督には一応、このヨモダに話をする前にはまあ話をまあしているんですね。で、四、ま、方、あ、はまあそれも分かった上えで今、いろんなトライをしているとでこれはまあクラブが例えばどんと成長したときにはやっぱり人が変わる、監督が変わるというのはまあよくあることなんで、まあ、ヨモダがこのまます。 短期間でもすごく可能性をこう見せてくれたらまあ来年もトップの監督ということもまあ,あり得るでしょうしまあその辺はやっぱりいろんなクラブの状況クラブの状況というのはまあ資金力の問題も含めてえまあ半年間見ていきたいというようなことになります。次いきますえっとえ スナカ、ナラな,などのまあレンタル移籍中の選手のまあ今後えまあ特に多かったのはやっぱりスナカがどうなっちゃうのよっていうようなことを心配している人が多かったと思うんですけどまあこれはもう事実をもう一回言うとやっぱり本人がどうしても出ていってえまあプレーをしたいっていうことだったんですね。その気持ちは まあ、よく,なん,となくなんとなくというか、まあ、僕もよくは分かるんですよ、えー、なので、まあ、クラブとしていろ、えー、んな移籍先を探してたっていうことでは全然なくて、まあ、奈良に関しても例えば榊に関してもあ特にその3人に関してはあ自分たちの方からあトライをさせてほしいっていうことで、まあ、出ていったと。まあ、僕としてはは例えば砂なんかは あ当然、残ってやってほしいし、まあ、残ってやってほしいっていうのは、まあ、例えばゲームに出れなかったとしてもグループのためにどういうことができるかというところでこうチームをサポートはしてほしかったんだけれどもあ、まあ、残念ながらそういう気持ちにさせられなかった、まあ、さっき言いましたけどやっぱり、えーまあ、バルさんの時の評価基準がやっぱり彼の中では納得できなかったのはもしかしたらあるのかもしれない、まあ、あるのかもしれないってあるんでしょう。お まあここは非常にこう難しい問題なのでえまあざん今まで貢献をしてくれた選手だからこそまあさい最後にもう一回プレーしたいというような要望にまあクラブとしては応えたということです。もしサッカーをやめるとか引退をするようなことがあってえまあ本人がクラブで仕事したいというようなことをそういう意思があるなら 当然、えー、いろんな何らかの仕事は用意をしたいとは思ってますけどだからこ,れもこれもまたね、こればっかりは、まあ、自分でサッカースクールをこうやっていきたいっていうような選手もいたりするので、まあ、こ,っちがそうこちら側としてはそういう準備はあ当然しておきたいと思ってます。えー、それかから、まあ、今サカ奈,良奈良の話いきますか 奈良今回、じゃあ途中で補強するのかどうかっていうようなことも、まあ、ポイントとしてあったと思うんですね。えー、補強をこう簡単にポンとできるような資金の状況ではないんだけれども、まあ、うちで育った選手でなんとか奈良には例えばオリンピックにも出てもらいたいしでも出るためにはゲームに出てないと。 多分難しいと思うんですよねで一方でチームのことを考えてもやっぱりセンターバックで戻ってきてくれるんであれば当然、うん、戻したい、えー、そういうような両方をこう,うまく回していくためにも、まあ、戻したいと思ったのはこれ事実で思って動いたのも事実なんですけど。 まあ本人も戻りたいというような意思はこう見せてはいたけれども、最終的にはやっぱりこう残ってやりますというようなまあ結論になっちゃったんですね。まあ、クラブとして戻すっていう判断をするときに、レンタルで行ってるんで、レンタル料をまあうちはもらってるんですよね、でそれを返してでも戻そうと思ったと。 でなおかつ奈良の場合はその買い取りのオプションがついているので、えー、それを行使向こうが行使した場合はうちに数千万円の移籍金が入る当然そういうことも頭に入れながら経営をしていく中でまあもうその数千万円がなくなっても戻してもいいんじゃないかっていうようなこう判断をしてトライはしたんだけれども。 残念ながら残念ながらっていうのかな、えーまあ、戻ってくるようなことにはまあならなかったとなこれでまあシーズン終わってじゃあ向こうに行くのかとかっていうことはまたそれはうちが決められる問題ではないので、えー、相手方の判断ということになります、まあ、それから翔太の話もちょっとしておくと翔太はやっぱり自分からトライしたいと。 でまあ、自分で見つけてきたわけじゃなくて当然代理人とかいろいろいる中で、えー、動いてる、まあ、世界なので、えーまあ、どんなつながり柄かまあ,あなったわけですねで、まあ、みんながどのぐらいその感覚として思ってるかわからないですけどオーストラリア,オーストリアのその産部ってやっぱりそんなにまだまだレベルは多分高くない移籍をすると当然移籍金がもらえるんじゃないかっていうふうに思うと思うんですけど これってある一定のレベルのクラブと認められないとその移籍金もらえないんですよ。でオーストリアは多分2部までしかその移籍金が移籍金というかその、まあ、トレ今までトレーニングを重ねてきたチームに払わなきゃいけないお金みたいなものは、まあ、今回の移籍ではまあ発生してません。ただまあプラス今翔太がいるところから あいつがどっかに変われるぐらい活躍したときにはあ何パーセントかうちに入るっていうような別の契約をまあ結んではいるとそんなような状況ですかね。えーまあ、これ一一人一人やっていくとちょっと結構大変なのでそんな感じですじゃあ次いきます。 まあこれも結構多かったりいろんなところで言われるんですけどうんであくまでもこれ僕の中でどういうふうに今考えているかっていうような話をに、まあ、なっちゃいますけどえー まあまあ札幌ドームでゲームはできる、まあ、札幌ドームまあ見ての通り本当にこう素晴らしいスタジアムではあると思うんだけど素晴らしいがゆえに今のうちの規模だとちょっとこうコストかかっちゃうと、えー、でプラスさっきもちょっと話しましたけど J リーグの決まりでやってもいいよっていう基準を満たしているスタジアムは北海道にはここしかないんですね。 でそのスタジアムで80%以上試合をしなきゃいけないというルールがあるので今年の J2 でいうと17試合は絶対ここでやらなきゃいけないんですよ。で17試合を一応はめてはいるんだけれども現状やっぱりドームって、まあ、野球があったりコンサートがあったりなんかいろんなものがあったりして土日に17試合入れてもらえてないんですね。 でいろんな状況をやっぱり考えるとやっぱり自分たちでなんとかやっていける、まあ、自分たちで運営もできるし特にサッカー専用のスタジアムっていうのはないとやっぱクラブも大きくならないし、まあ、見ている人たちにとってもいい環境ではないと思うのでそういうスタジアムというのは2万人ぐらいの規模でサッカー専用で。 まあ臨場感があってサポーターと選手が本当になんかこう一つになりやすいようなでまたはライトな人たちが見ても近くでプレーが見られてそのスポーツすげえなっていうことを感じてもらえるようなスタジアムを作りたいというふうなまあ繰り返すけど僕の中でビジョンはありますで実際にどういうふうにしたらできるかっていうことを うちのスタッフも含めていろんな機関をこう巻き込みながら研究もしていますまあこれはもうあくまでもまあビジョンというかこうなんだろうなまあ僕の中での今のイメージでは5年後ぐらいには出来上がってほしいぐらいな感じで今準備を してるのはまあ事実ですだからまあねそんな簡単にできるようなものでもないしえまあ100とか200とかっていうような多くね単位のお金がかかることなので簡単ではないかもしれないですけどまあコンサドーレっていうことをこの先どうなっていこうかってことを考えたきにはもうそういうスタジアムがあるのとないのとでは全然変わってくると。 思います、まあとでまたそれはあの経営のところでも若干触れることがあるかもしれないですけどそんな状況です、す圧別は回収はっていうことですけど圧、まあ、別の市の持ち物でじゃあ行政がやってくれるかというとまあそんな簡単な話ではないし、えー、次にやっぱり作るんであればもうこれサッカー専用じゃないと。 意味がないんで、じゃあ、厚別をサッカー専用にできるかというと、やっぱりあそこは陸上っていうこと。をメインに考えられているところもあるので、えー、結構難しい問題なのかなと。いうふうに、まあ、思ってます。えー、っと、もうちょっとです。あと一つ、二つぐらいです、えー。クラブの今シーズンの目標はっていう。質問ですけど、まあ、これ結構難しいですね。これもまた。 例えばじゃあ僕のクラブとしての目標はもうこれは絶対的に黒字にしなきゃいけないっていうことですよね。まあ、ほとんどの方が何となくか分かっているらっしゃるのかもしれないですけど、まあ、例えば今年2000万円ぐらいの赤字になっちゃうとたった2000万円でももう J リーグ から排除されてしまうので、えーまあ、そこは絶対的にもう、ま、守っていかなきゃいけないというところが、まあ、一番の目標ですねでプラスもうここからの半年間ぐらいとか、まあ、数ヶ月間は、まあ、来シーズンの準備をしないといけないんですね来シーズンどういうその方々、まあ、スポンサーも含めた人たちとおどういう準備をするか。でまあ、今年年よりも来年の方が プラス伸びていかなきゃいけないので、まあ、その準備もしていくということを考えると、まあ、今シーズンの目標ではあるけれどもクラブとしては来シーズンこうなるであろうということをしっかりとこう見せていく準備をしなきゃいけないというのがまあクラブ側の一つの一つのというかこれは一番大事なところですでプラス多分これ聞きたいのはそのチームの目標ってどうなんだっていうことなんだと思いますけど僕は まあ今の順位とか勝ち点とかあそれからまあ選手の質なんかを考えてもプレーオフはこれはいける目標だと思ってます、えー、まあ今日何回も言ってるかもしれないけど今いる戦力の,その最大値を本当にこうまく出していければ、まあ、残り14試合かな、まあ、8勝以上がノルマになると思いますけど そのぐらいの数字は残せると思っているので、まあ、チームとしてはやっぱその辺はしっかりと、まあ、もう当然、彼らも、まあ、我々もそうだけど目標にはしていると思いますけど現実的な目標としても十分やっていけるんじゃないかというふうにまあ思っています。 若手選手のプライベートっていうのはなんか僕あの全部いいろろ一応目を通しましたけどあったのがこれもまああれですねえっ、ー、とねオフの確かに、ね、オフの前の日にコンサドーレの若い選手が言うと怒られそうだからまあまあ女の子とあなんか遊んでましたみたいな それでいいのかみたいな感じの多分あの問い,問い合わせというかあのメールだったと思うんですね。えー、もう簡単に言うと僕はもうそれはいいと思います。でもちろん毎晩毎晩なんか飲み歩いて遊んでプレーがおろそかになるならそれはもう自然とそういう選手は消えていけばいいだけの話だと思うんですね。で 例えばグランドと家の往復で本当にストイックにサッカーに取り組むっていうことはもちろんなんとかこう聞いた感じ美しいかもしれないけどそれだけじゃ絶対強くもうまくもならないと僕は思っています。でどういうことかっていうとやっぱ若い選手ち特に小さい頃からサッカー本当にグランドと家の往復しかしてこなかった子たちってやっぱりこう世間の感覚が分からなかったり 社会性がなかなかこうつかなかったりっていうところは結構あるんですよ。で上手くなって戦える選手っていい選手だなっていうのはやっぱりこう人間力のある選手なのでまあ僕はもうどんどん外にこう出ていっていろんな業種とかいろんなこう生き方をしている全く違う世界の人としっかりとこう触れ合うような環境がないとまあそれの一つにまあ 女の子と遊ぶってこともまあそれも一つでしょう。えー、だから僕はあのー、全然いいと思ってます。逆にこのクラブ側からもあ例えば若いやつを連れて全く例えば僕の知り合いの全く違う仕事をして頑張ってる人たちと例えば飯食わせたり。 しながらこういろんな刺激とかいろんなことを若い選手にはあ与えてあげるっていうこともやっていかないとサッカーも、まあ、うまくならないかなっていうふうに僕は思ってますとでもあんまり遊んでる選手がいたらあの怒ってやってくださいそれはもう全然それで構わないと思います はいえー、とここまで一応多かった質問をにお、あのー、答えしましたけど、まあ、ま,あまだちょっとこう分からないとか足りないとかっていうところがあるかもしれないんで、えー、最後になんかこ,うこの場で分からないこととかも含めてまた質疑応答でその差を埋めたいと思います。でこっから えとクラブの現状とこれからをあの話したいと思います。でこれって例えば本当にこうフラットコンサドーレの試合を見に来るっていうような感覚の人ライトな人たちには全く多分関係ない話だとは思うんですけど。 まあ最初に言いましたけど皆さんと一緒にじゃクラブを作っていくっていうようなスタンスでまあ僕はコンサドールあるべきだと思うのでえもう一回こう確認になったりするところもあるかもしれないですけどみんなでこう足並みを揃える上でもコンサドールの歴史も含めてちょっと見ていきたいとえ今、ジャイアントキリングってありますけどやっぱりこう俺らはまだまだ小さちちなクラブでどんどん,どん,どんこう強く。 大きくなりながら強い相手を倒していかなきゃいけないということに関してはあなんとなく皆さん分かってくれているかなとは思います。えー、っと次にいくとその今日たまたま相手が岡山っていうこともあるので現状の立ち位置を数字でこうちょっと見てもらいたいんですけど、えー、これは2000去年の数字です。 大体こう同じぐらいの規模のクラブだなと思うところはまあまあ今日の岡山だったりまあ横浜 FC だったりするんですねまあ強化費はまあうちよりも1億円ぐらい多く使ってますけどえっていうところがまあラ,イバルライバルというかまあ似たような状況のクラブで右の4つは J2 ではあるけれどもまあ圧倒的に でっかいクラブっていうことに、まあ、なりますので、ねまあ、見ても、まあ、強化費のところでまあ見てもらえれば、まあ、コンサートオレが4億円に対して例えばもう岩田とか大宮とかセレスなんかまあ17億14億っていうようなチームを相手にどう勝っていくかっていうことをやらなきゃいけないような、まあ、状況だっていうことですね。えー で次行くとまあまあ大体そういうチームがそういうチームっていうのは今右の方にあったでっかいクラブっていうのはまあこれ今の順位ですけどまあやっぱり普通にそうなっていくわけですよ。で次いきますか。でじゃあなんでコンサドーレってそもそも強化費がいつまでたっても増えねえんだっていうことですけどこれ。 年年間コンサートレー、まあ、20年やってますよねでいい時もあったなっていう感覚を持ってる人たちもやっぱり中にはいると思うんですよ。でそれはどんなことがじゃあ20年間あったかっていうと第1日さんはあこの20年を大体3つにざっくりと分けることができるんですね。でまあチームができた96年から3年ぐらいまでの間っていうのは。あ まあそこにあるように30億円をマイナスしてもいいやぐらいの収支は全くこう考えることなく選手にお金を使ってきたんですねで、まあ、うまくいったシーズンもあれば、まあ、そうじゃないシーズンもあるんですけど、まあ、ただうそのマイナスを気にする必要がなかったとは言えないけど、まあ、気にしなかった時期ですね。 で2番目が大体2004年から8年ぐらいのシーズンはこれ、まあ道とか市から特に道からの補助金もあったりして補助金だけでも多分2.5億ぐらいは毎年あったんですね。でプラスこの頃多分山瀬とか今野とか昔は結構国内の移籍金も日本人選手も高かったので、まあ、1億2億っていうような。 収入もたたたまたまあったと8年9年に関してはあの、まあ、某家具メーカーもスポンサーを2年間やってくれたりして、まあ、そこでまあ2億円ぐらいこうあったので、まあ、マイナスになるシーズンも多いんですけどまあまあ使えたと。で最近の,の3番目ですけど。 じゃあ9年から11年どうだったかというとえ8年の時点でもうその大きな補助金とか移籍金とかまあなくなったわけですよねで本当にもうたぶんこの頃から終わりに近いような感じだったんですよだけどダビとかダニルソン誰だとダイゴとか でこの3年間で移籍金だけで多分7億円近くまあ収入があったんですよ、まあ、まあ言ってみれば特別な収入ですよねで。僕はもうこのシーズンでクラブがもう本当にまあ潰れるまたは潰れるぐらいまでいかなかったのは強化スタッフのおかげだと僕はまあこっちに入ってからまあ思いました。 でいよいよ11年になってもうダニルソンの移籍金も11年で使い切っちゃって12年もどうにもならない状況になるはずだったんですけど11年に昇格したんですよね、えー、昇格をして J1 に上がると J リーグからの分配金も増えたり実際にお客さんも増えたりして、まあ、なんとか12年は。 まあ維持はできたんだけれども、これちょっとすあの表にはないですけど、11年 J2 の時に、J2 でまあ3位になって上がるじゃないですか、その時に使った、さっきあの見せたような強化費は、大体4.5億円ぐらいなんですよ。で、12年に J1 に上がったあ、ごめんなさい、11年に使った強化費4.6億円ぐらい。で、J1 に上がったにもかかわらず、次のシーズンは4.5億。 去年おとその前の年よりも少ない金額でなおかつあの十数億円のクラブたちに戦えるようなチームは僕ま、あまあこれも結果論かもしれないですけど数字的にはもう不可能なような状況をやっぱクラブは作ってしまっていたっていうことなんですね。えー、でまあ次、あのまあ、今はもうクラブライセンスの問題もあって もう債務超過になったらまあ一発アウトだし現状、赤字を出すようなこうお金の使い方は基本的にはできないっていうような状況をまあ11年、12年ぐらいでまあコンサートとしてはまあ迎えていたとでまあここからはまたちょっと今まであんまり話してない数字ですけどあの僕、社長に、ま。あ なりそうだっていうのが分かったのが12年の、まあ、12月の頭ぐらいなんですね。でその時になりそうだっていう感じになって、まあ、三上に一番最初に言われたのは、えー、今来年はもう強化費を1.9億でやらなきゃいけないような状況になってると。なっていうようなことをまあ言われたわけですよ。まあ これって、まあ、1.9億ってどんな感じかって言えばトップチーム、スタッフも含めて大体50人ぐらい選手、スタッフで50人ぐらいいるんですけどままあまあ50人で割れば分かると思いますけど3 0 0万円の選手たちを揃えなきゃいけないで当時の状況だと例えば複数年契約をしていた、まあ、あの時だったら誰かな、まあ、内村とか宮沢とか前田とかかな川井隆二とか。 まあそういう選手たちには契約はあるんだけれども今のうちじゃもうどうにもならないよっていうことをしないといけないぐらいの、まあ、状況に、まあ、なりそうだったってことですね。で、まあ、今話しましたけどもしあのままやっていたら強化費2億円というのはどんな感じかっていうのは、まあ、これは、えー、今の J2 の中で、まあ、こういうチームになって しまったとしたら、まあ、J2 の残留を争うようなことしかこうできないような、まあ、まあ次のページ行ってもらって構わないんだけど、えー、チームになっちゃうとだいたい今のチームがこんな感じですっていうことは、まあ、あんまりこう金だけで決まるとは思わないっていう気持ちも僕の中にあるけれども 現実そういうクラブに、まあ、なりそうだったっていう,、まあ、もうそこまでコンサドー,ーレってもう落ちこってきちゃってたんですよねで、まあ、なんでじゃあさっき1.9億円にしなきゃいけないっていうような判断をその以前のクラブは選択しようとしたかっていうとやっぱり身の丈に合ったもので経営を 赤字を出さないということになると、もうそのぐらいのお金しか使えないっていうことを選択しようとしてたんですけど、まあ、僕は全然そういう選択をしようとは思わなかったので、まあ、なんとかじゃあ,まあみんなで力を合わせて稼いでいこうよっていうことで、まあ、1.9億円になりそうだったのも13年にはまあ一応3億円でトライをしたと。で もしそこでそのちっちゃなクラブとして生きていこうという選択で始めたとするとやっぱり他の地域とか他のクラブからすると本当にあのクラブがなんか強そうだとか魅力的だっていうものがなくなってっちゃうとえあそこのチーム行きたいなって思う選手が少なくなるとかっていうようなことはもうこれは圧倒的にクラブにとってはマイナスなので。 えーまあ、これちょっと、あのー、手前味噌かもしれないけどクラブのスタッフは本当にこう足りないところもあるかもしれないけどこの13年からは3億、4億、5億って売上を上げながら強化球を上げるっていうようなことを本当によくやってくれているなというふうには、まあ、思ってはいます。 まあこの間、終わりかけた中でも、ンジとか稲とかをこう取りながら、上を目指せるような空気を持ちながら、債務超過もまあ解消できて、クラブは続いていくんですけど、まあ言っても、それでも、ジャイきりの状態はまあ変わらないわけですよね。えー じゃあどうするかっていうまあもう一回あれどうしたまあここいいやここ飛ばしてくださいえっとまあコンサート例まあ皆さんも同じ思いだと思いますけど昇格できないし定着できないじゃない,っていう、えー、どうやったらじゃ昇格できるのかっていうことですけど今の例えばじゃ今年5億円ぐらいでやってますよねで5億円ぐらいでやっていると 多分10年に1回とか5年に1回ぐらいはまあ昇格はできると思います、だけど、落ちるんですよ、でも、そういうクラブにはしたくないので、上がってどうやって定着できるかっていうことを考えると、まあ、あれ、今出てる数字は、左が今期の大体こんな感じで推移していきますよっていうような数字ですね。 でまあ、僕の将来の予算って書いてありますけど、まあ、大体5年以内にはこのぐらいの規模のクラブにしていかなきゃいけないしそうしていいきたいと思います、えー、広告6億今今年大体6億4000円ぐらいなんですけど6億4000円っていうのはコンサート通りの20年の中でもうマックスです。あの某家具メーカーカがいた時よりも それが抜けてもまあここまでこう協力してくれる人たちはまあ増えてきてます。で、まあ、あれ見る通りやっぱり入場料収入をどんだけしっかりこう増やしていくかっていうことをやらないとどっちにしてもまあグッズであったり広告であったりっていうのも増えていかないので、まあ、あの辺をやっぱ2億円ぐらい増やさないといけない。2億円増やすっていうのはどのぐらいかっていうと大体今シーズンの まあ、もうベースに言うと、まあ、プラス4五千5人常にこう入ってもらえるようなあーゲームでの,その入場者を作っていかないとそういうクラブに,にはならないとかしっかり定着できるようなクラブでしっかり定着できると今ちょっと言いましたけどそれでも足りないんですよ。これ だいたい新潟とか仙台っていうのは札幌と同じようなその地方の都市でなおかつ一社で十億円ぐらいを出すようなクラブあのスポンサーがないけれどもこうやれてやれているというか j 1で定着しているようなクラブですよねまあまあそれでもやっぱり j 1の平均からすると強化費なんかもまだまだ少ないんだけれどもやるようによっては札幌も このぐらいまではいけないとおかしいよねっていうふうにまあ僕は思うとで一方でまあ真ん中トスを入れてあるのはやっぱりこの数年で本当に小さなクラブだったけれども J1 である程度こう定着できるんじゃないかっていう姿を見せているクラブですよね、えー、この間コンサドーレが上がった時さっき話しましたけどコンサドーレは上がったけれども、まあ、4.5億ぐらいで J1 を戦ったわけです えー、その時に2番目に少なかったのが鳥栖で 6. 点何,億円で6点何億円で残ったのは本当に素晴らしいと思うんですけどじゃあ次の年も 6. 点何億円でもしやってたとしたら多分ここにはいないと思うんですね。で彼らはもうその後に今まあそこにあるようにやっぱ10億円以上の強化費を使えるようなクラブにまあ今なってるんで、まあ、これ簡単な話。 あの時例えば豊田がいて豊田を残すためにはやっぱりあのぐらいの費用を使わないと残せないわけですよ。もうあれでもし抜かれていたら他のチームに抜かれていたらおそらく残っていけない。で、えー、資金が大事だというのはまあプロのサッカーである以上、まあ、そういうところでもう,もうはっきりと表れると思うんですね。まあトス さんは、まあ、あんだけ使ってても23億円赤字は出してるんですけど、まあ、それでも多分資本にゆとりがあるので、えー、クラブライセンスには、まあ、すぐに影響するようなことではないだと思います、えーまあ、さっき途中でスタジアムの話しましたけど、まあ、ここで言うとちょっと分かりにくいかもしれないですけど鳥栖、まあ、が例えば19億円の収入に対して12億円 てなんでコンサート料は20億の収入に対して今9億円かっていうことですけどやっぱりスタジアムの使用量とかあ試合運営経費はあやっぱ2億円ぐらいの差にはなってしまっているので、まあ、さっきのスタジアムの話のところで少しリンクしますけど、まあ、その辺ももし。 理想的なものができると今の状況でも強化費に1億2億回すようなことはできるかなとちょっとこう話はそれましたけどね、えー、じゃあクラブこう理想をこう現実にするためにはどういうことをするかっていうことをお話しますけどあのー。 まあくまでも確定したものはないんだけれどもたこれ例えば J2 だった場合3億円増やします、えー、J1 に上がった場合は5億円増やしますっていうようなあトライをしたいと。 えーまあ、3億円ぐらい増やしたうちのやっぱり1億円ぐらいは選手に強化費に使いたいと、まあ、どんな選手を取るかというのは、まあ、僕だけで当然決められることではなくて選手あの監督とかあ強化スタッフとかといろいろ話をしなきゃいけないんだけれどもうん、まあ、これ、僕のアイデ,ア,ア,イデアというか意見ですよ。 コンサドーレのアカデミーからはこう育ってこないような選手っていうのはだいたい前の方でクオリティのある点に絡める選手は今までもなかなかコンサドーレのアカデミーから育てられてないんですよね。でそういう若い選手で将来に日本代表になっていけそうな選手を取りたいなって個人的にはまあ思ってます。 誰とかっていうのはちょっとあれですけど、あのーまあ、とにかくで、まあ、この3億円っていう数字の根拠ですけどおこれもまだ確定した話ではないですけれどもある企業と一緒に、えー、組むことで、えー、2億円ぐらいを一緒にやっていこうということでその協力してくれるような話を。 今詰めている段階です、えー、ちょっと次のページいくとでその3億円は強化に使うものとあとは、まあ、もうプロモーションにどん、あのー、1億円ぐらいを使っていきたい、えー、さっきの話の中にもあったようにやっぱりこう入場料を増やすってことは 普段あんまりこうコンサート通りの情報に接してないライトな人たちをスタジアムにどれだけ呼ぶかっていうことが大事なわけですよね。で僕の感覚としてですよこれはまあ数字調べたわけじゃないですけど例えば今日15日2時からここでゲームがあるっていうことを知ってるこの辺の200万人いる人たちの中で何人ぐらいいるかっていうと感覚的には僕ね2万人いるかいないかだと思うんですよね。えー でそれをやっぱり5万人10万人っていうふうにこう増やさないか、えー、まり、あ、みんなと一緒に作ってるいい空気をこういい空気はあるんだけれども新しい人に伝わらないんですよ。でプロモーション費ってどのぐらい今まで使ってるかというと、まあ、削って削ってっていうような経営をどうしてもこうしてこなきゃいけなかったところがあるので、まあ、年間大体1000万円ぐらい。 しかまあ使えてないんですよ、えー、さっき出てきた第1期のコンサドーレができたばっかりの頃は56年間で4億5億ぐらいのプロモーション費をまあ使ってるんですよね、まあ、その使い方何に使ったのかわからないですけどもう一回ここで多くの人たちに日常でコンサドーレにその接する機会を増やしてもらうために。 まあ例えばメデ,ィア、まあ、メディアもお金を払わないでやってもらいたいんですけど、まあ、お金を払ってでもやってもらうっていうような方針でやっていこうかなと考えてます、まあ、まあいずれにしてもとにかく上、上、大きく大きくっていうような、まあ、ここは攻めの形容と書いてありますけどそんなことをやっていきたいと。 でまあ、最後に、じゃあ僕らこういうトライを来年しますっていうのを今お話ししましたけど、えー、皆さんにそのパートナーとして、まあ、大きく2つお願いをしたいと思います。でこれがまあ最後になりますけど1個がやっぱ選手の最大のパフォーマンスをどうやったら引き出せるかっていうことを今まで 同様というか今まで以上にクラブの現状も踏まえた上でえで、ー、お願いをしたいとで、まあ、2つ目はクラブ力の向上って、まあ、これはあの、まあ、もっともっと大きくなることに協力してほしいということですけどえ具体的にじゃあどんなイメージか、まあ、今日の話を含めて最終的にこれこれイメージを共有したいので持ってもらいたいんですけど まあ今 J2 の中でもライバルになるクラブってまあでっかいクラブになるわけですよね。でコンサート通りは立ち位置としては今あの青いグラフの4.5って書いてる、まあ、これ数字は大体奥の単位で考えてほしいんですけどで昇格ラインっていう横のラインありますよね9のところに昇格ラインありますけどこれはもうこれも僕もあくまでも感覚ですけど 大体シーズンでやっぱ9億円の価値を示すことができたクラブがだいたい昇格できるっていうふうに思ってもらえればいい今年に関しては。でコンサートーレはまあ5億円ぐらいだけれどもどうやったらそこまで届くかっていうとあの赤丸はやっぱり選手が本当にこう持ってる力を最大のパフォーマンスを出せたならあの差は僕は埋まると思ってるし。 えー、そういううい選手たちも場が揃ってると思うんですねであの差を埋めるためにやっぱ選手をこう本当にこう頑張らせてあげるような雰囲気作りはもう一回お願いしたいとダメなことももちろんあると思うんだけどダメだろお前らって言っててもやれるような選手たちならもうダメだこの野郎って言ってくれて構わないんですけど。 決してこう甘やかせということではなくて最大値をどうやったら引き出せるかということを考えるとやっぱりすげえいい雰囲気だなっていうことを選手にも思ってもらえるような雰囲気作りを改めてまあお願いをしたいこれ、今年に限らずだけどさっずっとジャイキリを起こしていかなきゃいけないっていうようなチームの状況を考えるとやっぱそのスタンスは なくなっちゃったらやっぱり勝つ確率は絶対的に低くなると思うのでそこのところはまあお願いしたいと。で、えー、次2つ目、まあ、これクラブ力をどう向上させていくかというところ、まあ、今日話した中で今は4.5ぐらいのところまでしか強化費は積めるような状況にはまあなってないけど、まあ、いもっと言っちゃうと、まあ、1.9億円だったらもうこんな話はできないんだけど少しずつでも上向いてるんで。 まあなんとかあの緑の部分を埋めていこうよってそれがまあはっきり言うとまあ僕らのまあ僕の仕事なんだけれどもそこにもあのぜひ協力をしてもらいたいでどういうことかっていうと多分今まで皆さんもいろんな人たちに声をかけて一緒に行こうよって誘ってくれたと思うんですよねでその時に誘った人たちのリアクションが コンサドレの情報を何も持ってない人だとやっぱりここに連れてくるまでのハードルは相当高いと思うんですよ。えー、だけどさっき言ったみたいにじゃあ来年はプロモーションにこれだけかけて多くの露出をしてお金を使って露出をしようと思うので、えー、ある程度の人たちにはなんとなくコンサドレの情報は身近に感じると思うんですよ。だから今一度こう 多くの人を仲間に取り込むっていうようなことも一緒にやってもらいたいでプラスこれはよく僕言ってると思いますけど初めて来るまたはライトな人たちが何を見ていいなと思うかっていうのはやっぱり勝った負けたっていうのはもちろんあるんだけれどもサポーターと一緒になってすごいなんかこう一緒になって前に向かってる雰囲気だなっていい雰囲気だなっていうのを見せることが ライトな人たちをこちら側にこう引き込んでいくことであるというのはもう間違いないと思うので、えー、ライトな人たちを僕ら呼ぶんで、えー、また来たいなって思わせるような雰囲気作りを選手の最大のパフォーマンスを伸ばすということと同じようにやっていってもらいたいと、まあ、この2つが最終的にはまあ僕が皆さんにこう伝えたい。 大きなことですで選手、まあ、若い選手を一緒に育てていきたい、まあ、理想を言えば今の選手若い選手たちが着実に伸びてクラブも4から9になってっていうようなことをやりたいんだけれども、まあ、現実問題そこで選手もセレクトされるようなことも、まあ、当然あるとは思うんだけれども。 まあ理想としては今の選手たちと一緒にクラブも大きくなっていければいいなというふうに思ってます。えーまあ、あの本当いつも言いますけどみんなで作っていくのがやっぱサッカークラブでコンサドーレだと思うのとあ、まあ、僕は本当いつも思うんですけどもう明,らか明らかにしたらおかしいかなそのサッカーの価値がなかなかまだまだ。 認められてないとところはあると思うんですよねでサッカーの価値イコールやっぱりこれスポーツを地域の人たちで作っていく価値がまだまだこう北海道では認められてないところがあると思うので、えー、チームが勝つ負けるということももちろんですけどその価値を皆さんと一緒に多くの人北海道の人たちに認めてもらえるようになんかそんなことも目標にしながらあー一緒に。 やって、え、っていただけたらなというふうに本当に思っています。ここまでが。まあ、僕の方で、一応今日伝えたいことになります。えー、十時半までということなんで、まだあと二十分ぐらい時間があるので。今日の話でわからないこと、または別の話で。これどうなってんだっていうことを聞きたいことが。あれば、もう何でも質問には答えますので。 えー、な挙手で分かりやすく、はい、ちょっとじゃあ、マイクはありますか社長、今日はありがとうございます。こんな数字の話まで聞けるとは思わなかったんですごい感動してますけど、えー、っと、1つ思うのは、き、まあ、今日もテレビ中継あると思うんですけど、はい、もうこういう時に勝たないと、ライトの <laughs> ね、サポーターは来ないと思うんで、はい、だから、 今日は絶対勝たなきゃいけないと思ってるんですけど僕はいつも思ってますけどそれで一ついつも思ってるのが、はい、まあドームで勝てない、はい、その一つの理由っていうのは本州のチームは35度の中で試合やって練習やってるわけですよねとここ223 22度で天国ですよね、うん、でまともにやるとフィジカル的に絶対勝てないんじゃないかなというのがあるんですよ。 同じように走ってれば当然、向こうの選手はこんな気温なところでやってれば90分間余裕で走れるってのは変ですけどそこのなんか戦術的になんかそのなんか考えていかなきゃい,い,いけないんじゃないかなとは思ってんですけどあのまあサッカーの内容をじゃあちょっと戦術的にどう工夫するかというのはちょっと現場に任せますけど。 その理由が、まあ、ゼロではないと思いますよね、えー、確かにゼロではないと思う、じゃあどこでやるのって言ったときに、さっきも言いましたけど、やる場所ないんですよ、ここしかやっぱりこうリーグで認められているスタジアムもないので、えー、じゃあ新しいところができたら、今の問題も解消しますよねっていうことであの、なんとか5年後ぐらいにできるように <laughs> やります。はい どんどんタコちゃん。たこちゃん、どんどん。あ、そうですみません。あ、今日はどうもありがとうございました。どもえっと、昨日、えー。ウェブのマーケティングのコンサル会社さんと。パートナー契約をされ、はい、されたという話で。はい、オフラインとオンラインで、オフラインが非常に多くて。 オンラインが非常に少ないから、はい、そういう戦略を進めていくというお話があったんですが具体的にどれぐらいの割合が健全だとお考えなんでしょうか健全な割合、まあ、健全な割合っていうのは難しいですけどやっぱりもうネット、まあ、みんなスマホでいろんなことを済ませる時代であって皆さんみたいにコアな人たちはまあいろんな方法を知ってるかもしれないですけどライトな人たちって。 やっぱ最初の情報で捕まえられないと逃げられるわけですよね。だからやっぱスマホを中心としたんそのネット上でのいろんな決済をできるような環境をしっかり作ることで新しい人たちを捕まえることがやっぱできるだろうからあー今の,その会社と一緒にやっていくということを決めたんですけど。あの 割合で言うとっていうと例えば今9対1とするじゃないですかで9の方の人たちにも新しくそのウェブ上での環境が整えばそっちでいろんなことをやってくれる人も増えるかもしれないですけどまあほとんどの人たちがさっき5000人増やしたいっていうような話しましたけど5000人の人たちはまあそのウェブ新しくこういろいろやっていくウェブ上での決済も含めたチケット購入を。 をしてていいってもらうっていうなうな感覚なのでえ実際に言うとやっぱり64とかあそのぐらいの感覚が今の目標の数字からすると適正な数字になるのかなと思います。今だい,たい9対1ぐらいのイメージなんですね新しい人がまあ入ったとしてえその人たちがその環境を利用したとするとまあ64ぐらいかなっていうまあこれ今の僕がパッと思った感覚ですけど。 あありりががととううごござざいいまました、はい、社長本日はいすえと先ほど、はいえー、選手が、えー、クオリティを出すため、えー、力を発揮するためあとは、えー、ライトなファンが、えー、来やすくするために良い雰囲気を作ってくださいと、はい、を言われたと思うんですけど、えー、これっていうのは。えー 具体的には、えー、ブーイングをするなとか野じを飛ばすなとかそういうことになるんでしょうかいやまあ野じを飛ばしたければ飛ばせばいいと思うしブーイングしたければそれ当然ブーイングすればいいと思うんですよね、えー、ただその立ち位置がここにいる人たちには今日の回も含めて自分たちの今の立ち位置がこう分かった上でこうやって進んでいこうよっていう段階の中でする 不あその中でこう抱く不満なのかこの立ち位置すら分かってなくてなんで勝てないんだよっていうような中でこう出る不満なのかで全然僕はその雰囲気が違うと思うんですよ一緒にここからスタートするけど上に上がっていこうよっていう中でするべきべくブーイングならばそれはまあポジティブなブーイングですよねだけど 現状が分かっていなくてうまくいかないからこの試合当面の試合勝てなかったからただこう感情的にブーイングするっていうのは僕は決してこういい雰囲気ではないと思うのでだから決してブーイングするなっていうことでは全然ないですそれは俺だってもいつも,もうブーイングしてるぐらい怒ってますよそんな気持ちは皆さんも同じだろうということは十分分かるんでその気持ちをぐっと抑えてくれとは思わないですけど だけど結局考えてみれば、チームが勝つためには、こうなっていかなきゃいけないよねっていうの、を今日。はっきりと説明をして、分かっていただいたとするなら。そのブーイングなり、そのクレーン、まあ、クレームとや、ブーイングの。内容は多分変わってくると思うので。えー、そういうことを、僕は、まあ、言いたいっていうことです。なんとなくわかりますかね。わかりました。はい。ありがとうございます。じゃ、社長、どうも、ありがとうございます。 今回、すごい数字も出してもらって、あのー、直近の5年ぐらい、あのー、のビジョンというのがすごいよく分かったような気がしましただけど今日、とりあえず「ンサドーり札幌の未来を考える会」ということでもうちょっと先、あのー、今後10年とかあとこのクラブのキャッチフレーズになっているあの北海道と共に世界へって言っているところでいくとどういうふうな。 今後どういう,ような方向性で歩んでいったりっていうところを僕がじゃあいつまでできるのかやらせてもらえるのかわからないですけど、まあ、僕はさっき見せたようにその5年後ぐらいには20億にして、まあ、そういう、まあ、要は今まで負のスパイラルだったのを逆にこう上昇のスパイラルに持っていけると、まあ、どっかで。 まあわかんないですよ、その外資も含めていろんな状況、環境が変わってきて、えー、僕、30億ぐらいまでは行けると思うんですよ、でこの地域で皆さんみたいな人たちがこれだけいるのに行かないわけがないと思ってるんですね、で30億になるとどういうことになるかっていうと、例えば広島が最近、J でチャンピオンになってますよね、であれでだいたい14億円ぐらいの強化費でチャンピオンになってるんですよ。 これはまあ J リーグの他のクラブががんと大きくならないという前提で今の J リーグだとしたら30までいくと僕は J1 で,でチャンピオンになれることもできるんじゃないかというのは真面目に思ってますただ、そこまでいかないとやっぱりこう選手の質もやっぱ上げられないのでそこまでいって J でチャンピオンになるということは全然夢ではない。 し今の J リーグなら繰り返しますけどそこまでいけばチャンピオンになれるかもしれないと思うのでそうなっていきたいと、まあ、本気で思ってますけど <laughs> まあでもね、まあ、僕がやるならそのぐらいやりたいなとは思いますあの社長、いつまでやれるかわからないなんて言わないでください。 難しいんですよ。やっぱ株式会社なので株主総会でこう決まるんで、まあ、2年ごとにどうしてもそうなるんですよね、でまあ、僕本当にこう僕がオーナーでもないし、えーまあ、僕の気持ちの中ではやりたいと思いますよ、で自分から辞めるっていうことはしないと思いますけどああの、まあ、でも、選手いなくなったり例えばいろ,いろいろいなくなったりしますけど、まあ、皆さんはずっと移籍しないわけなので。えー <laughs> こんな感じでこう作っていくっていうようなことを続けていけば大丈夫かなと思います。ありがとうございます。ます今日はどうもありがとうございました。はいはい。あれです。先ほどあのバルバレッジ監督を解任したときしたときにあの別のひと人をオファーを出しただと聞きました。え、はい、あと奈良選手についても。えー あの本人も希望をしたけどけどあの戻せなかったという話を聞きましたあのその際、別の人にオファーを出すという選択肢はなかったんでしょうかはい、その両方ってことですよね、はい、え監督に関してはうん別の人にオファーを出そうということはなかったです。えー、クラブの 評価費をこうやって上げてこういうビジョンでやっていこうっていう中でそういうそのサイクルがもし出来上がっていくんであれば結果今まで結果出したことがあってこう託したいなっていう人にやっぱり2年3年っていうふうに見てもらいたいのでそういう契約を投げたいのでえそうなってくると1人の人がダメだったら次の人っていうことには今回はならなかった。 あで奈良に関しても、まあ、さっきも少し触れましたけどクラブとしては新しい選手を取るっていうことでの,その経営のリスクが絶対的にあるので、えーまあ、奈良だったら奈良のためにちょっとこっちがなんかこう赤出してちゃう可能性が膨らんでも戻してあげたいなと思ったけれども他の選手ではそこまでリスクを負って、えー、新しい選手を取るっていうような選択はなかったです。 あの今シーズンあの、過去最高に強いあのあの選手を揃えたと、はい、あのそういうふうにお聞きしたんですけどあの強化費をシーズン前に使いすぎちゃったんじゃないかなとあ、まあ、あのそれは、ね、やり方だと思うんですよ。はい、さっきも、まあ、今日見せたように十数億円のチームに対して1シーズンどうやっていくかということを考えるともう最初からフルスロットルでいかないとやっぱり勝てないと馬が思ったんですよね。 えー、要は、もううちが使えるだけの戦力を最初から揃えてその選手たちが本当に怪我もせずベストパフォーマンスでいって皆さんのサポートもあってとんでもない奇跡的なことが起きて初めて追いつけるようなやっぱ差なんですよね。だそう考えるともうそこから勝負をするしか僕の中ではなかったんですよね。でこれは4から始めて 最初へなへな。こういうやりながらってやってたら多分間に合わなくなったと思うので、まあそこは。戦略としては僕はそういうつもりで、最初からフルで行ったっていうことになります。いや、わかりました。あのま最初からフルスロットルでやらなきゃいけないというのは一つの選択肢だと思います。ただ、ちょっとこれからあの。 補強選手がないままやるとあのちょっとこれから、えー、プレーオフに進むに進みにはなかなか厳しいんじゃないかなと思います。あまあそこはね、えー、でもまあそれって結局5億しか使えないからでしょっていう話にまなるわけですよね。だからそこは先も言いましたけど今の戦力の最大中を今出てるわけじゃないのでそれを出すために。 現場には頑張ってもらうしみんなでその雰囲気を作っていこうっていうことでなんとかするしかないっていうありがとうございました、はい、えっとっとええー、とやっぱりあすいませんえコンサドーレが強くなるためには、はい、あの北海道のサッカーのレベル自体をもうちょっと上げないといけないかなと思うんですけど、はい、現在あの 全国リーグで戦っているのはコンサだけで、えー、その下はもう北海道リーグだけしかないという状態なんですけどこれをもうちょっとなんかコンサが協力して例えば北海道リーグのフェアスカイとかサつライ GP とかと協力してその,そのチームが JFL に上がれるようにするとかあるいは岡山のように、えー、レンクスファジみたいなチームを作ってそれを JFL に上げるとか。 そういういことはちょまあ考えてなくはないですけどどうやったらじゃ北海道全体のレベルが上がるのかまあコンサートが例えば練習試合をするような同じようなレベルのチームがあればいいなとは思いますえとそういうチームを作るにもやっぱ金が必要なんですよね えー、それはじゃあ自分たちで持ち出してそういうものを作るっていう選択肢はあるのかもしれないけど今、それをやれるようなあ、まあ、余裕がないっていうんじゃないですけどでも、例えばじゃあ9億にするのをやめてそっちを先にやるっていうのも方法かもしれないですけど、まあ、僕はあんまりそこはしたくないんでそれは自然発生的に別のクラブで J リーグを目指そうとかっていうような人たちが出てきてくれるのを、まあ、待ってるしかないかなと。 でもう1個、そのセカンドチームを持つということに関しても、それはそれは相当のコストがやっぱりかかります。えー、なので、まあ、これちょっと話、それちゃうかもしれないけど、結局、セカンドチームってあった方が絶対いいんですよ。なんでいいかっていうと、18歳でプロ契約をするかしないか迷う選手って相当いるんですよね、えー、できるかできないかっていうことが、そこでなかなか判断できない。 でその選手たちをあと23年見てあげたいっていうふうに思う時に昔で言うサテライトみたいなのがあると非常にこうやりやすくはなるしその子たちがその3年間でサッカー選手になるかあ別の道に進むかっていうその猶予期間を設けられるんだけれども、まあ、そのチームがまあないでその場をどうするかっていうところでは、まあ、例えば大学に行って。 強化して選手でうちに戻すとかっていうようなことを考えてもいいかなとは思ってはいますちょっとすみませんあと二つだけにします絶対大丈夫なんですよ。えー、社長今日はどうもありがとうございましたどうもいすありがとうございました、まあ、未来を考える会っていうことなんですけれども まあすぐできることを2つちょっと提案したいなと思ってます一、はいえー、つはですね、えー、宮の沢でいろんなイベントをやるのはいいんですけど、えーまあ、休みの日の大通りとか街中ってものすごく若い人がたくさんいます、えー、そういうところで、えー、こういうレプリカを着た人たちがあいっぱいうろうろするイベントがあるとおもっとおみんなに認知度が上がるんじゃないかなとで、まあ、そういうところにシンジやイナとか やっぱり名前のある選手があまあ、フラッと来て何、えー、かやってるなっていうことをおまあ、みんなにアピールできると非常に集客に繋がるんじゃないかなとお金をかけないやり方っていうことをまあ、少し考えて、えー、提案したいなと思,思いました。で、もう一つえー、っと若い選手と話すとですね、ドームのこのピッチと観客席との溝が 非常につな、まあ、がりが感じられなくて試合後に、まあ、特に負けた試合前に並びますよねで、まあ、僕らがいろいろ言っても彼らになかなかきれいに伝わらないで彼らも僕らに何か伝えたいんだけどそれがしっかり伝えられないそこが非常に難しいっていうふうに若い選手が言ってましたですので何、まあ、かここに仮説で台でも作って えー、選手たちがですね、えー、少しこちらに近づけるようなあのー、これ難しい話だとは思うんですけど選手も辛い立場になる場合もあるしただ、あの若い選手がサポーターとの距離感が難しいっていう言い方をしてたんでまあ、何かできないかなというこの2つの本当にすぐできる提案をさせていいいたただきたいと思いますありがとうございます。うん まあここになんかできるのかどうかちょっと聞いてみます最後ちょっとあとすいません本当にそれですちょっとえっと話はずれるかなっていうところですかえっとですねリラコンサドーレのことなんですけど僕らはどうやってなんかサポートしたりとか 協力したりとか,なんかこうしてほしいっていうことって何かありますかねいやもうあれですよ同じです、あのー、コンサートと同じで、えーまあ、もし応援に行っていただけるんだったら応援していただきたいですし多くの人にこういうことをしてるんだっていうことをやっぱそれぞれの人たちがその口コミで伝えてもらうっていうことで。 確実に大きくくなっていくと思うのでコンサドーレトップチームに対して僕はまあ皆さんにお願いしていることと同じような感覚で、まあ、あの子たちもやっぱ育てていくというような感覚でこう見てもらわないといけないので、まあ、同じようなまあ親心的な感じでこう見ていっていただくだけで全然違うと思いますからそんなスタンスでやっていただければもう全然いいですあとはなんか宝くじかなんかが当たったときにはぜひっていう。 そのぐらいですありがとうございましたあとですね、はい、今日は終戦記念日なんでっとうなんとかなんかあそれに関してはあの結局 J リーグに聞いたと思うんですよね例えばあ、まあ、当然終戦記念日なんでなんか僕もやろうかなやった方がいいかなと思ったんですけど例えばうちのゲームだけ何かやるとかっていうことってあんまり美しくないと思ったのでスタッフがおそらく J に えー、聞いてどうしようかっていうのを判断を向こうに仰いでると思うので特別やらないんじゃないかなちょっとごめんなさい今ここにいるスタッフはわからないみたいなんですけど、えー、そんな状況ですはいありがとうございましたはい本当すみませんあのー、大丈夫だと思うんですけどあのスタッフができないっていうんでまああのー、本当あ繰り返ししまになりますけど朝早くからありがとうございました えー、スタンスを共有して目指す方向性はなんとなく分かっていただけたかなと思います、えーまあ、さっき質問にもあったようにだから選手は甘やかせということでは全然ないんだけれども、まあ、僕らが外からできることは今いる選手たちの最大のパフォーマンスをどうやったら出せるかということをやるしか今シーズンに関してはないんで、えー、それを引き続きやっていきたいし。えー まあ将来に向かってはベースを上げるっていうことも一緒にやっていっていただきたいなというふうに思います、えー、また試合まであと何分何時間もありますけどあのすいません融通聞かなくてまたこのこんな機会も設けたいと思いますんでぜひよろしくお願いしますありがとうございました